月の塔、今度はどんな場所に飛ばされちゃうのかな。入ってみないとわからないだろうね。表の塔と違って空間的な制約を受けないから内部構造はかなり違うみたいだ。気色の悪い話だぜ。とにかく入ってみるしかなさそうね。慎重に、そして確実に進むわよ。負けられないんだ。先に進もう。相手が悪かったな。相手が悪かったな。戦闘先に進もう。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。今のは下がって
相手が悪かった。負けられないんだ。顔を洗って出直してきた。顔を洗って出直してきた。相手が悪かったな。先に進もう。出直してきた。また来るわ。
戦闘終了。先に進もう。先に進もう。
先に進もう。相手が悪かったな。負けられないんだ。来る。片付けるわよ。
相手が悪かったな。出直してきた。
戦闘中先に進もう。顔を洗って出直してきた。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。先に進もう。
少々遅かったみたいね。姉さん。いらっしゃい、シェラザード。それからヨシュア。久しぶりに会えて嬉しいわ。ルシオラ、どうしてあなたが教授に協力しているんだ。それほど教授と親しくはなかったと思っていたのに。ここは私にとっても巡業で訪れた懐かしい地だから、つい興が乗ってしまったといったところかしら。懐かしい場所だっていうのにどうしてこんなことをしてるの。シェラ姉の気持ちも考えないで。エステル、いいわ。言葉で尋ねるだけじゃ姉さんは何も答えてくれない。答えるに値する実力を私が証明しない限りね。あら、さすがに私のことをよく分かっているみたいね。芸を教えてくれた時はいつもそうだったから。だから姉さん、約束して、私が力を証明できたら結社に協力する理由を教えてくれるって。いいでしょう。出た前期と古期、恩義を司る式神たち。東方の武術を私なりにアレンジしたものよ。シェラザード、見せてごらんなさい。私の元を離れてからあなたがこの地で得た力をね。わかった。銀線の力、とくと見てもらうわ。Thank you.
負けられないんだ。あら、私の式神が倒されるなんて、剣聖の指導の賜物かしら。姉さん、どう？頑張ったご褒美に教えてあげる。私が結社に入ったのは自分の闇を見極めたかったからね。8年前、座長が崖から転落して亡くなったことは覚えているわね。当たり前じゃない。あの事故がきっかけで私たちのハーベイ一座は。そう、一座は解散してバラバラになってしまった。でもどうして座長が一人であんな人気のない場所にいたのか、とうとう誰にもわからなかった。一体どうしてだと思う？どうしてって。答えは簡単。あの時、座長は一人きりで崖の近くにいたのではないの。私が座長のそばにいて、そしてあの人を突き落としたのよ。
何？何を言ってるの姉さん。だから言ったでしょ。ハーベイ座長は私がこの手で殺したの。冗談きついよ。だってあの時姉さんは自分の手で座長を殺してから何食わぬ顔でみんなの元に戻る。そしてその場で鈴を鳴らして座長の叫び声の幻聴を聞かせる。私の幻術を使えば造作もないトリックだったわ。やめて、やめてよ。姉さんが座長を殺したなんてそんなことあるわけないじゃない。本当の親子みたいにそれ以上に仲が良かったのに。だからこそ許せなかった。あの人が私たちの元から去っていこうとしたことが。え？また戻るのか。どうやら時間切れのようね。ねえ、ここにあった結界って何のために貼られてたの？結社は一体何をしようとしているわけ？残念だけど、私たちも詳しいことは教わっていないの。教授に指示された通りのことをやっていただけだから。ただ、隠された塔の内部を見て、なんとなく見当はついたのだけど。え？待って姉さん、まだ全部答えてもらってない。どうして姉さんが座長を殺さなくちゃならないの？あんなに優しかったみんなの親代わりだった人を。悪いけど今回はここまでよ。今度会えた時に続きは全部教えてあげるわ。それまでいい子にしてなさい。姉さん。あのシェラね。シェラさん。大丈夫、心配しないで。私は姉さんの真実に一歩近づくことができた。今はそれで十分よ。シェラザード。シリンの塔もこれで3つ。アルセイユに戻って最後の塔に向かいましょう。